多門山城は奈良県奈良市方発町の原、奈良市立和格社中学校の敷地にあった松永久秀、松永久道、花は直政の居城となった日本の城、多門城とも呼ばれる。東大寺近道の多門高志蔵、松永久秀によって三賢寺山と呼ばれていた標高115メートル、飛行30メートルの山に築城された。城には、 多門隆史を祭り多門山城と呼ばれ、現在でも、城跡の山は多門山と呼ばれている。東に、奈良への入り口である奈良坂を、さらに南東に東大寺、南に、幸福寺をそれぞれ眼下に見る用地に位置し、大和支配の拠点となった。中世の仮城形式から大きく進歩し、車全体に、それまで、寺院建築や公家などの屋敷にしかなかった礎石と、 石垣を使用して、壁には分厚い土壁、瓦吹きの屋根の高級的な建物を築いて、奈良の町の支配と山と全体を睨んだ拠点の先進的な平山城だった。城内には本丸に、殿も、会所、栗の座敷など豪華な建築が立ち並び、庭園、近郊の太網の引き手などの内装や仮の林の絵画、座敷の違い棚や、茶室の落ち点等の造作。 栗は、久秀の常御殿で、天正三年訪問した島津家久の日記で、御殿は2階建てで、八木日の間があったとしている。西日本随一の豪華な城郭であり、有数の四方である絵や茶道具も集められていた。連結した西の丸は、通路沿いに、重心の屋敷や、家臣の家が建てられていたとする。仙田義弘は、同様に爪の丸に久秀屋敷と、 重心家臣屋敷が並列していたが、西の丸は一段低い西隣の昇級の、聖武天皇陵に築かれたとしている。また、天正5年の解体時に、高櫓と呼ばれた四階櫓がありこれが世への、天守なら、安土城をはじめとする、金星城閣における天守の先駆けと言えるが定かでは、ない。櫓と呼ばれたのは、当時の天守は、坂本城も、昇龍寺城も天守は、 五点機能を備えた重層建築で、それと相違する四階の高層建築で天守ではないと指摘している。だが、類上に長屋形状の矢倉が築かれ、これが多門矢倉の始まりであるとされる。先駆的な要素を持った城で、中世の城郭様式から脱したが、本丸と下信地区が一括化した以後の近世にはない形式で、安土城などに、 直接つながる城ではないが、その後の金星城郭にこうする過程の城郭発達史における重要な城であったと位置づけられている。A63 年に築城開始し、A64 年、松永久秀が入城し続いて A67 年城が完成するが、天正元年末に、織田信長への引き渡し後に、天正3年3月、花輪直政が、 山と仕事して入ったが、天正4年5月の内死に後に、天正5年6月に破壊され期間はわずか16年間だった。建物や内装は、京都旧、二条城に移築され、石材の多くは、筒井城に用いられ、さらに、郡山城にも移された。天正5年、久秀は、最終的に、四季山城で自害した。現在の城石は、奈良市立若草中学校になっている。 周辺には多門山城の石垣として使われた石仏がいくつか残っている。松永久秀画像、筒井淳慶画像は草中学校の正門。松永久秀は当初三好長慶の有筆として使えていた。三好長慶は、機内をはじめ最大時には8カ国を領有し、南北朝時代以降、信長の上落以前は最大の勢力であった。そのような中、 ヤマトも支配に収めるべく、久秀に命じ、A62 年8月、当時実質的なヤマトの支配者であった、筒井純慶を圧倒して退治するとともに、国人衆を支配した。死に山城を改修し、以後久秀はヤマトの実力者として台頭する。ヤマト支配と南との拠点として、多門山城は築城された。追記前は発掘調査によって、 中世の墓地があったことが明確になっている。河原、骨ツ石灯、破壊士等が出土しており、特に現在の若草中学校の体育館前、辺りから多数出土した。は、追記前には、未検事がありその関係も指摘されている。多門山城の築城時期は、彼は最も信任せる家臣と最も富たる、大見たちを招き、囲いの中に敷地を分与し、 家を作らしめたり、着手以来5カ年になるがみなきそうて、他よりもよく高価なる家を作りたりとあり、市議山城の改修時期と同時期に、側近と重臣の屋敷から建設が始まったようである。多門山城は、追記途中であったが永禄四年より重臣と、大見たちの屋敷はすでに使用されていた。a 6七年七月、飯森山城で、 三好長慶が病死すると、三好政権は、三好三人衆と久秀の連立政権という形で、運営されるようになる。しかし、A68 年5月の A6 の変異降三人衆との関係は、次第に悪化してゆく。同年11月には、三好政権は分裂して、三人衆は、筒井純慶と連合軍を組み、A69 年6月筒井城を、奪還。 ついで久秀へ進軍を開始し、A60 年4月には、東大寺に婦人市大仏殿を要塞化して、多門城に退治しなんと制圧しようとした。だが、多門山次郎から、東大寺周辺の屋敷地を破却しつつ婦人し、同年10月10日、東大寺に襲いかかり、東大寺大仏殿の戦いとなる。これに勝利した、久秀ではあるが、その後も争いは続き、 A61 年6月の信山山城の戦いでは、信に山城を失った。その中、同年9月、織田信長は、足利義明を奉じて上落し、義明を将軍位につけた。窮地に陥っていた久秀では、芥川山城で、信長に敗越して服属し、織田軍の二万の援軍を引き連れ、信に山城を逆に向上して、 死于山城の戦いでの落城から4ヶ月で潤慶と三次衆州連合軍から再ダッシュに成功する。その後、何度かの合戦を経ていくことになる。だが、元気2年8月辰の一条の合戦では、筒井軍が大勝し、筒井純慶は明智光秀の仲介により、織田軍に降伏した。すると、潤慶と久秀は同格となり、これ以降潤慶は、 順調に勢力を伸ばしていき、久秀と分立状態となる。これに久秀は、武田信玄の正常作戦に伴い、足利義明が格索した、信長法囲網に加わり三好義継と共に、信長に謀反を起こし市議山城に立てこもるが、天正元年4月に武田信玄が病死、7月に義明が信長に追放され、11月に三好義継も、 和解城の戦いで撃たれると、佐久間信盛の軍に多門山城を囲まれたが和議を申し込み、12月に降伏した。重ねての反逆に対して多門山城を明け渡す条件で許されたが、信長はすでに11月29日の初戦の段階で、攻撃軍司令官の佐久間信盛に多門山城を没収して謝面するよう指示しており、信長が久秀の影響力とともに、 道場の様々な宝物や御殿など建物を惜しんだためと言われる。12月26日多門山城は開城され、信森と福富秀勝と毛利長秀が受け取りの奉行となった。信長はすぐに山岡慶作を定番に置き、信長家臣の武将が留守番役として順に入り、天正2年1月11日、明智光秀が訴訟採決と、 行政処理をして24日と26日は、城内で、連ガ会を開催し2月5日に、美野へ出陣し、その後は、細川藤高、3月9日、柴田勝家が入り、翌日幸福寺と春日大社に保護を通知し、新緑と、猿沢池魚殺しの密告に百両報奨を与えるとした。翌天正2年3月27日、 信長が、多門山城に入城し見分してから、翌日には、正倉院に伝わる名号、乱者町を、長持ごと多門山城に運ばせ、道場の舞台で乱者町を一尺八寸、切り取り配下に干渉させた。天正3年3月23日、花は直政が南山城に続き山和市後に任じられ、多門山城の城主となったが、天正4年5月3日、 石山合戦の天皇寺取りでの戦いで、織田軍の司令官として指揮を取っていたが、本願寺の鉄砲隊に打ち取られる。その後、大和の守護に、筒井淳慶が任命される。織田信長は、軍山城以外の多門山を含めた城の破却を明治淳慶は、同年7月から、京都諸市大の村井貞勝の監督のもと、波城工事が始まり、天正5年6月頃には、 建物は破壊され城があった期間はわずか16年間だった。建在は村井貞勝が鎖配して京都に運ばれ、旧二条城に活用された。他の国州の諸城も破却された。久秀は天正5年8月に再び信長に謀反を起こし、茂山城の戦いで自害する。なお、旧二条城は本能寺の変で織田信忠と共に消失した。 同8月頃、多門山城の破壊はほぼ完了していたが、城内には脆い石類が残っており、これらを筒井城の石垣に、後に郡山城に転用された。豊臣秀吉の時代に郡山城に代わる山との拠点として整備する計画があり不審担当大名たちの配置も決定したが中止となり、その後は廃城と認識される。江戸時代に入ると、 城の跡地には南麓には、なんと武行所の寄り木や、童心の屋敷が立ち並び、幕末には、球場が連平城となり、廃城後も跡地は活用されていたが、昭和中期まで地形は、追記当時のまま残されていた。しかし、昭和23年に、若草中学校が建設され、昭和53年には、校舎新築のため、北側にわずかに残っていた、ドル屋戸も破壊された。 多門山城の城郭部分、昭和60年度のカラー空中写真多門山城の、主要部は、若草中学校にあり、西部は人市政皇后寮、人志成高度領、聖武天皇陵、南部には、佐保川が流れ、東は空堀を隔てて、吉勝寺山、その東は軽街道になり、交通の要衝を占めている。奈良の町の北方に位置する、この山は元来、未見寺山と称されていたのだが、 奈良の統治者を辞任する松永久秀が仏教で北方の守護神とされ、自身も市議山城入城以来信仰している多門隆氏を本尊としている長後尊史寺があるに、あやかって多門山と解消し、御見寺を人志正無天皇陵領裾に移して近辺の西方寺も移転させ築城。多門山城もしくは多門城と称し、北方から幸福寺や東大寺。 奈良の町を威圧、統治した。A65 年8月12日午前8時ぐらいより、多門山城の胸上げ式があり、奈良の住民を招待していた。宣教師、ルイス・デアルメーダの A68 年10月25日付の書簡が、ルイス・フロイスの日本史にも部分的に引用され記載されているので、世間に知られるようになった。この書簡は、ルイス・デアルメーダが、 松永久秀の家臣の招待を受けて見学し、本国への書簡の一文として記されている。キリスト教国におてみたることなき花肌白く光沢、ある壁を塗りたり。壁のこれのごとく白きは石灰に砂を混ぜず、花肌白き特製の紙を混ずるがゆえなり。家及び等は、世がかつてみたる中のもっとも、良き河原の種々の形ありまた日の厚さありて、真っ黒なるものを似て服へり。 こののごとき河原は一度吹けば四五百年も更新する必要なし。世は六七百年の寺院の多数にお手のを見たり。この別荘地に入りて街路を歩行すれば、その清潔にして白きこと、あたかも当日落上せし者のごとく天国に入りたるの感あり。外よりこの城を見ればはなはだ心地よく世界の大部分にこののごとき美麗なるものありと思われず、入りて その宮殿を見るに、人の作りたるものとは思われず、これに、不期実線には紙二条を用すべし。宮殿はことごとく杉にて作り、その匂いは中に入る、ものを喜ばせ、また幅一プラサの緑は、皆一枚腕なり。壁はことごとく昔の歴史を写し、絵を覗きちはことごとく金なり。柱は、上下約一パレもを真鍮にて巻き、またことごとく金を塗り、彫刻を施して、 金のごとく、剣油柱の中央には、美麗なる大原あり、室の内側は一枚板のごとく、見え、花肌接近するもはぎめを握ることのうはず。また地に多く、気候を用非あれども要はこれを説明することのうはず。この東急殿の多くの建物の中に他にさらに、成功なる室あり。奥行き及び幅4プラザファンにして黄色なる木材を、用布。 花肌美麗にして心地づき波紋あり。この木材は、過去を花肌すく正常なる鏡に似たり、しかれどもこれは、木材の光沢にあらず一種の漆ならんと思われたり。庭園及び、宮庭の樹木は花肌美麗なりというの外なし。世はとによって美麗なるものを多く見たれどもほとんどこれと、ひすべからず。世界中この城のごとく全滑美なるものはあらざるべしと、考えふ。ゆえに、 日本全国よりただこれを民がためくる者多し日本や疎開し日本通信、ルイスであるメーダの書簡山和国多門城諸国古城の図、浅野文古書蔵この書簡で、壁は白く光沢ある漆喰の壁で、瓦吹きの建物が建てられていて、どれも高い水準だとわかる。ここにある、塔とは、倉のことで、宮殿とあるのは本丸にあった御殿である。また、 とで美しいものを多く見たが、これとは比べ物にならない、世界中にこの城ほど全活美なるものはないと絶賛され、宮殿の内部は、壁は歴史物語を題材にした、障壁が、柱は彫刻と金を塗り大きなバラ、庭園と、宮庭の樹木は本当に美麗だと高く評価されている。このルイス・デアルメーダの書簡は、外国人の賛辞だが、金右狂気にも、 カレさに目を奪われたと記していることや、薩摩国島津、イエシサの日記、イエシサ君上行日記には、多門城内からヤマトが一望できたなど、他の同様の見分や評価もあり、事実、豪華だったようだ。この書簡の末尾に、日本全国よりこれを見るために来るとあり見に来るものを排除していない。なお、後の坂本城や安土城も、指揮者や住民に公開していて、戦国末には、 周辺の理解を求める考えが広まった様子がある。松永久秀はそれまでも、追記の名手との実績は残しているが、このような壮麗な城の築城が可能だったか、なんとの大事院建築ノウハウが、このような城を築く、大きな要素になったとの説がある。だが、松永は、戦国時代末に現れた集権的な戦国領主の一人だが、城自体の構造は、 中心との一体性が強い状態を残していて、政治姿勢が構造には反映していない。また、松永久秀では、茶人としても長通っており、山和国や境、境の豪商や著名人を招き、多門山城で幾度かの茶会が行われたことが、松屋茶会期に記載されている。この茶会期によると、多門山城は6畳と4畳半の少なくても2つの、 茶室もしくは茶帝があったと思われ、後に織田信長へ献上することになる、つくもがみなす。また死山城が落城するときに、行方不明となる、古典名平らぐの眺め受けられる。多門山城は、北と東西は横掘りだが、南は一部のみにとどまり、佐保川を総堀りにした、小規模の城下町があり、一部は佐保川を越えて、南側に城下町の建設を図り、 現在は宅地化され定かではないが、日本城を各体系では一条通りから南下する、高連通にその面影があるとしている。多門山城は、元の市街地から離れた一部分の小規模の総構えの平山城となっていたとの説を唱えている。現在の多門山城の跡地には、当時を思い起こさせるものはほとんど残っていない。本丸部分は、 若草中学校が建っており本丸の長さは140メートル、最大幅110メートルあり、発掘調査からもともとこの多門山は平坦で、大規模な作兵工事はなかったと見られている。また、城石の所々で、より石材の抜き取り跡が見られ、これらを集積して積み上げた跡もあり、天正7年に多門城の石材は、筒以城に移築されたが、これらの集積材か、または、 本丸の斜面を石垣で固めてあり、それを崩して、取り去り持ち去ったのか、定かではない。土塁から、外は、今も土のままの急斜面で、石垣があったとしても撤去により、崩落するほど大規模な石垣は気づかれなかったと、見られる。また校舎と、若草中学校グランドの間には、大掘りっきりがあり、多門山と、吉勝寺山を分断する城郭になっている。 若草中学校の西側は若草中学校の敷地とはならなかったため、極林面が比較的残っている。この北西から西にかけて高さ1.5メートルの土塁があり、角の高さは3メートル、幅2メートルの壇上をしており、ここがラ跡の一つだとしている。人姿勢交代号領は多門山の南に突き出しており、現在、聖武天皇領ともに、 両母への立ち入りは禁止されている。そのような中、日本上郭体系では、奈良文化財研究所作成の1000分の1、調整地形図により、一姿勢交代合量の西南隅に土塁と、矢倉台があったと想定している。またこの西側を切り落とし、聖武天皇領との間に、堀切りを作り、本丸と分断してあり、この堀切りからの道とここを見張っていたとしている。 商務店皇容には、ここにも壇上の帯車のような部分が観察でき、で車の役割を果たしていたのではないかと想定する。両両母ともに、多門山城の城郭の一部であったとしている。多門山城は2回にわたり、若草中学校の建設工事及び改修工事に伴って発掘調査を実施している。第一次発掘調査1947年にはまだ、 文化財保護法が制定されておらず、若草中学校の建設工事に学術調査は行われなかった。しかし、若草中学校の職員であった伊てが近い校の調査を行った。この時、珍しかったブルドーザーが使用され、工事の合間を見計らいながらという悪条件の中、実施された。この発掘調査で、追記前は墓地であったこと、その上、たくさんの墓石が出土した。 その中で一番多かったのは五輪島であったことが明確になった。これらの石は角石に石垣が使われ、石垣が築きにくい場所には土類、溝を作るのに利用されたと思われている。また、その土類は小さいもので高さ0.8メートル、幅1.5メートル、大きいものでは3メートル、幅12.5メートルであることが確認されている。 第二次発掘調査第二次発掘調査は、木造校舎の改築工事に伴い、奈良県教育委員会が実施し、校舎解体作業から立ち会い、どのような意向が残っているのか期待されていたが、結局旧校舎建設時の基礎工事で、近い校がすべて失われていたことが確認できた。したがって、発掘調査は、旧校舎の北側にあった、ドル跡に限定された。ありがとうございます。